ターの皆さん、お待たせいたしました。いよいよ第2部のスタートとなります。オープニングを飾ってくださったのは、僕が噛んだところは皆さんアップしないでください。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、オープニングを飾ってくださったのは、ホームゲームでも選手入場前にファンファーレを演奏してくださっている専属学園音楽大学オフィシャルファンファーレ隊の皆さんです。ありがとうございました。皆さん、動画静止画の撮影はもちろん、フラッシュを使っての撮影も可能となります。今日来れなかった方がたくさんいらっしゃいますので、ぜひ皆さん各種 SNS で発信していただければと思います。なお、今年もこの新体制発表会見の模様は先ほど皆さんに見ていただきましたが、ニッコニコ動画で全世界配信中になっています。ちょっと甘噛みしましたね。ニコ動画の皆さんも一緒に盛り上がっていきましょう。はい、それでは新体制発表会見を始めるにあたり、まずは川崎フロンターレらしく轟きのように川崎市民の歌から始めてまいりましょう。皆様どうぞご起立をお願いいたします。株式会社川崎フロンターレ名誉会長、川崎フロンターレ後援会の会長であられます福田紀彦川崎市長よりご挨拶を頂戴いたします。それでは福田市長の入場です。皆さん大きな拍手でお迎えください。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました市長の福田です。そして同時に後援会長も務めさせていただいております。こんなに多くのちょっと光眩しくてどれだけ入ってるのか見えないぐらいですけども、本当に多くの皆さんにいつも応援していただいてありがとうございます。そして、先ほど川崎聖歌隊素晴らしかったですね。あんなにゴスペルがかっこいいもんだっていうのは初めてっていうか、改めて感動しました。やってもらった皆さん本当にありがとうございます。この音楽の街川崎とのコラボレーション、今回で新体制発表会では9回目ということでありまして、この会場も含めてですけども、昭和音大の皆さん大変お世話になりました。そしてこんなかっこいい企画を作っていただいている川崎フロンターレの関係者の皆さんに心から感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます。先日新聞読んでましたら、フロンターレの選手の皆さんと監督がですね、必勝祈願で、
川崎大師に行かれた、ニュースを新聞で読みました。書かれているのはですね、もう私たちの望んでいることはただ一つ言ってありました。風間監督の言葉でありました。私も全く気持ち一緒です。ここに集まっているみんながですね、同じ思いで望んでいることはただ一つだと思います。今年轟競技場はですね、リニューアルしてメインスタンドが改築されます。で、今度の3月14日からホーム始まりますけども、そこで新しくリニューアルされた競技場でですね、本当に大声援で今シーズンを始まりたいというふうに思っています。ぜひ今年も熱い応援をお願いしたいと思っています。僕はいろんな都市の市長や知事とかとお会いするときに、川崎市民ってどんな人たちというふうに聞かれることがあります。そうしたときにですね、ぜひフロンターレの試合見に来てくださいよというふうに言うんです。サポーターの皆さんの態度を見たらですね、川崎市民がどんな人たちだかよくわかりますよ。すっごいあったかい応援と、そして敵対するチームにもあったかい言葉をかけてあげられる、そういうホスピタリティを持ったですね、素晴らしい市民だというふうなことをバンバン外行って言ってます。今年も熱い応援を一緒に選手の皆さんと戦っていきましょう。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。市長ありがとうございました。さあ皆様お待たせをいたしました。いよいよ新加入選手と風間監督の入場です。お手元にサイリウムのご準備をお願いいたします。サイリウムのご準備をポキッと折っていただくと光がつきます。はい、折っていただいて光がつきます。みんなでつけていきましょう。ポキッと、あ、綺麗ですね。めちゃめちゃ綺麗ですね。わ、すごい、すごい綺麗。さあ皆様ご準備はよろしいでしょうか。お待たせいたしました。それでは新加入選手と風間監督の入場です。大きな声援でお迎えください。新加入ディフェンダー車屋慎太郎。同じく筑波大学から新加入ミッドフィールダー中野義弘。中野、中野、中野。徳島ヴォルティスから完全移籍での新加入ゴールキーパー松井健也。松井、松井、松井、松井。ベガルタ仙台から完全移籍での新加入ディフェンダー角田誠。角田、角田、角田。大宮アルディージャから完全移籍での新加入ミッドフィールダー橋本。ブラジル、アメリカミネイロから期限付き移籍での新加入ディフェンダー、エウシーニョ。
人選手への通訳ですが、今シーズンも中山和也通訳が行います。中山通訳よろしくお願いいたします。それでは皆様ご着席ください。それでは初めに株式会社川崎フロンターレ代表取締役社長武田新平、そして取締役強化本部長庄司春夫より皆様へご挨拶申し上げます。武田社長、庄司専務、どうぞステージまでお越しください。